昨日うかく大正14年9月30日は、日本の人類学者、民族学者。明治時代において、いち早く人類学を学び、特に、台湾原住民の研究では膨大な成果を残した。京里岩手県東の地方の歴史、民族、方言の研究にも取り組み、東の民族学の先駆者と言われた。梅印という筆名での著作も、多数ある。慶応3年。 横田村に生まれる。父母を早くに亡くしたが、両祖父から、漢学、国学、国史などを学び、若くして、学祭を発揮する。明治18年、上京して、私文校に学ぶ。自由民権運動にも参加し、岩手県に戻り入学した岩手主犯学校では、寄宿舎騒動の首謀者とみなされ方向処分を受ける。その後、再び上京、新聞社、 出版社勤務を経た後、明治26年東京帝国大学で、坪井正五郎から人類学を学んで、同門の鳥居隆造と出会った。明治27年12月、鳥居と週1回行う人類学講習会を模様した。明治28年、日清戦争の結果、日本に活動された台湾に目をつけ、台湾総督府コインとなって、台湾全土にわたる人類学調査に取り掛かった。 その調査結果は台湾万人事情として台湾総督府民政部文書課から刊行された。明治39年帰国後は、郷里東農を中心とした調査、研究を行うようになる。この間の著作に、上平軍師、岩手県士、東野屋などがある。研究を通じて、柳田国男と交流を持つようになった。郷里の後輩である佐々木貴然と共に、 柳田の塔の物語成立に影響を与えた。大正14年、台湾滞在中に感染したマラリアが再発するという思いがけない死を迎えた。59歳であった。死後、柳田は井上の残した台湾研究の遺構の出版に力を注ぎ、それは昭和3年台湾文化史として刊行された。WebNDL Authorities 国立国会図書館 2017年2月26日閲覧。法務部編さん家族と国語学校初期を兼務していたようである内閣官報局1897年ピアニッシモ578,585ありがとうございます。